22年共通テスト過去問をやったということで信じられない、ちょっとじゃないです信じられません。順番はどうやって、あれ、国語が得意科目じゃなかったんですか。得意なんですよ。どうなってくるか、本番もっと難しくできるから。おおおお、わかりました。本題始まりました、沢口チャンネル。さあ、今回ですね、はじめです。いよいよですね、共通テスト前過去問をやったということではい、やってきました。遅いわ、何日前だよもうそんなに前に過去問が溜まってるっておかしいからね。はい、ちょっと実践問題やってたらタイミング壊しちゃって普通は前にやっといて、はい、研究するんですよ過去問を。はい、はい、じゃあ22年、はいはい、去年の問題解いたということで、はい、では本試験の答え合わせしましょう。はい、リーディングからですかね。はい、この実践問題に過去問も入ってるよな。そうですね、これ後ろ、俺の本でやるかった。ついてたんですか。ついてるよあのスパート模試に入ってます。よし、はい、それはダメですよ皆さん、ちゃんと時間をたっぷりやって過去問は、はい、ね、丁寧に研究が必要ですから。はい、はい、年分しかないんだから、はい、いきます。英語リーディングですね。はい、英語リーディング。はい、英語リーディング、はい、はい、はい、第3問が一番簡単なんですよいや、そうそう、聞いてて、あ、簡単じゃんと思って。そうそうそう、めちゃくちゃ簡単なんで今違えたのはい、そうでしょ、あんな読む必要もないぐらい簡単ないや、ちょっとわかんないです。一番簡単だったのに。一番苦手なんですよ。ちなみに追試験と本試験で全然大問ごとの難易度が変わっちゃうんで。はい、あ、ちょっと僕間違えたな。はい、舐めないでくださいね、出てますから。はい、うちのチャンネルでも共通テストのね、僕が解説してるやつ、今日これをやっと見れます。これやっと見れるね、これ2倍速で見てください。点数見ていいですか。はい、はい、できましたか。はい、では行きたいと思います。さあ、はい、合計点は85点です。はい、ということで過去問は85ということで満足ですか。いや、俺簡単って言われてた、ここが。そう、簡単って言われてた第3問をまさか間違うとびっくりしたよ。2問も落ちますから、信じられないわ本当に信じられないわ。復習しておきます、はい、動画で秒殺したもん自分が解いた時。いやー、なんかちょっと間違えましたね。信じられない、ちょっとじゃないです信じられません。順番はどうやってやったの。ちょっとやり方変えたんですけど、はい、うん、5、6、4、うん、で、1、2、3、もう今回 3A から解きました、 AB で。なるほどね、どちらにしろ3を最後にしてるんだね。はい、3を最後、あんな簡単なものを最後にしてまず5、6に関してはちゃんと読める力があるんだったら無難な判断で、はい、読む力があるんだったらね、はい、4に関しては情報処理能力がめちゃめちゃ高い可能性があるので注意で。今回の状況処理は、うん、なんか今日固まってるじゃないですか、一箇所に。いいえ、違いました。はい、だからダメです、読めてないってことです。固まってたんです。いいえこれはちゃんとあの見てください。そもそも実践問題集とか模試ってこれを元に作られてるわけだからね、はい、これを参考にして書いてるわけで、はい、大元の方ちゃんと分かってないって言ってます、ね、勘違いして取ってる人めちゃくちゃ多かったこれ。あ、だから坂上とかは勘違いして正解しちゃってたからダメなわけ。勘違い正解が起こっちゃってるから問題として悪問なの。じゃあ来年はもうちょっと勘違い正解、来年じゃなくてもう今年、もうあと数日後です。勘違い正解起こんないように作ってくるかもしれない。そう期待してます私は、はい。第1問大全問正解、第2問全問正解で、第3問が15分の9、これが痛いすぎる。で第4問がそうですね、照らし合わせです。やっぱり間違えているのが、あ、間違ってるところ言いましょうか。16番22番これは、はい、で27番、はい、はい、16分の13です。2人とも言ってるのは何ですかね。どう書いてあるの、うん、確かにはっきり言ってないから分かりづらい。第4問が圧倒的に難しい、この中で一つだけレベルが群を抜いて高い。そうです、うん、で第5問が全問正解、15分の15、はい、で第6問が24分の18。ここちょっと痛い。40問と44問ね、あ、先に解いてるのにね、56を7に解けないのは痛い、はい、純粋に読む力が足りない可能性はあるね、はい、ただまあ85いきましたんで、はい、はい、悪くはない。一応8割目標じゃないですか全体で。国語がきつい分稼がないといけないんですけど、うん、他で、あれ、国語が得意科目じゃなかったんですか。得意なんですけど協定はちょっと取れないんでなぜか協定より早稲田の方がはるかにむずいですけど、はい、続いて、はい、リスニング、まあこれはね細井先生も解いたし、あ、解いた、まあ、まあ全部じゃないけどね、はい、はいはい、ではいきます第1問、はい、ちょっと待って、細井先生合ってたやつ間違えてるでしょおお、
さあ第6問の B がちょっと2つとも2分の1、2分の1ぐらいまでしか絞れなくて、なるほどね、ちょっとワンチャン前半ずしあるかなと思ったんです。変えたっても運、はい、運ですか。どうなってくるか、本番もっと難しくできるからさ、全然それが心配だよね。まあ、5は崩れるときはガーンっていったんで、それが怖いですね、今回は。はい、さあ合計は、あ、ちょっと待ってください。ちょっと ちょっと待って何それあ、分かってます、合ってる合ってる、はい、はい、合計は89点です。おお、分かりました、まあ、最後ちょっとやったー、ちょっと運悪い。そうね、まあまあ 2つまで絞れてたのは良かったと思いますね、はい、それで正解したんで、運も実力のうちだし勘は実力のうちだからね、はい、はい、で最初が第1問が25分の25で正解ですね、はい、で第2問の方で16分の12になってて、はい、1問落としたら9 Are you ready to order, sir? あのライスいらないっつって2つ、え、なんかライスだからライスがいるんだみたいな最後言ってないよライスはいらないって言ったんだよ。なんか2つおかずあるから、うん、そうライスだからライスはいらないんじゃん2つおかずがあるからもうライスはいらないんだよ。え、イナフっていらないの？もう十分だからいらないじゃん。ちょっとライフも欲しいぜみたいな感じなんで十分ってもういらないで「That's enough」って言ったらもうそれ十分。あ、そう、喧嘩してる人たち止めるときも「That's enough」って止めますね。そうなんです、もうやめろ「イナフ」ってだけでもしょっちゅう言うよ、やめろっていうとかやっぱり知らなかったです。いや勉強になりましたまあね、本番出てきたら細井先生も待ってたやつなんですけど次が18分の12、これが第3問、はいはい、間違えたのが13と16か、はい、情報処理弱いですね、これも細井先生が合ってましたよ、ちょっと出だしちょっと聞き逃しちゃって出だしもいらない別に、いやちょっともう無理でした。で次が22番ですね、12分の11、はい、自分も苦手なんですけど、うん、まあ1ミス本番だったらまあまあいいよ1点だからね、12分の11取れたらまあいいかなみたいな、はい、で第5問第6問がそれぞれ合ってますんで、はいはい、満点ということで、はい、よかった、はい、あ、では国語、国語マジで安定の安定しない国語、はい国語ちょっと解いてみて感じたことちょっと喋っていいですか。いいよ、今までの予想問題、うん、どの問題よりも古文が難しかったです、全然内容違うやんみたいな予想問題と。ちなみにセンター試験のやった、センター試験も1年ぐらいしか解いてないんですか。いやいや、だって言ってるじゃん、俺何度も言ってるけど、センターとか共通テストの国語の古文はマハチよりむずい時がかなり多い、だからむずいんだって分かってたんですけど、それでも予備校の先生たちだって全然マハチより難しいよって教えてる先生多いからね、古文の先生、はい、一番むずいのはどこだって言われたら共通テストだって私は答えるよとかって言ってる先生もいるぐらいだからね、まあ、それはオーバーに言ってんだと思うんだけど、はい、はい、では現代文けます。はい、もう漢字初めて合ってました、確かね、ちょっと全然合ってないですけどおい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 、え、終わりです終わりです、あー、これ痛いな、色8、3、1、おお、いよいよ、いや、古文マジでちょっと最初の単語あるじゃないですか、うん、う全部知らない単語出てきて、なんじゃこれ、いきます、さあ、いよいよ古文、はい、2、2、4、4、5、お、耐えたし第4問、さあ漢文です、はい、やっぱ漢文は簡単でしょ。いや、一番最後の問題がなんかちょっと情報処理みたいな、あ、そう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 、それがちょっと2、5、36まである、あ、書いてない、じゃどっかで、もうまたマークミスしてるよもうこれでも罰でいきましょうか、はい、いきましょうかじゃない、もう本番でそんなことしないで、もう怖っ、やっぱりこの数日前に本番でマークミスするって恐ろしい、計算しました、いやでも、え、順番はどれ、え、交換コロンからいったの、はい、コロン自信あるんで、いやでも、まあまあいいけどさ、本番気をつけてね、コロンむずいからね、本当に、はい、今回も25分ぐらいかかりました、だから普通は缶からいった限界だから、半分かけんでコロン最後にする人が多いから、はい、はい、はい、でまあまあ1個いきましょう、はい、評論が50分の30、はい、そして小説が50分の50です、おー、ついにやっと満点出ました、はい、小説苦手だった、はい、そして古文が50分の45です、ね、45、はい、1問ミスはよくできたと思います、うん、そして最後漢文ですね、一番簡単な漢文が50分の31ということで、はい、坂上も漢文はできてたからね、うん、はい、ということで足すと何点ですかね、これ156、78点、ああ、漢文の最後いやーマークしてれば8点問題ですよ、はい、8点やったら
8割いけたかもしれなかったね、うん、そうですね、合ってたら8割、うん、でもいやよかった、古文取れてよく、まあ、間違えたのが、まあ、8、9、10ですね。原文ここやばいな、8、9、10って、はい、評論ここガーンとやられちゃってますね、はい、ちょっと言い訳タイムまたいいですか、はい、古文で25分使っちゃったんで、ね、ここを18分ぐらいで読んだんですよ、うんうんうん、評論を、うん、それで、まあ、読めてたつもりだったんですけど、評論頑張ってください、評論大事、はい、古文が結局極だよね、なんて言われたの、はい、これでも23、はい、しょうがないかな、はい、で漢文が30、31、36で36はマークしてません、はい、失礼しました。怖いわ、本当に。本番150点取れれば、まあ、ここは耐えというか。まあね。はい、じゃあ、いよいよ世界史です。世界史ちょっと自信ないです。え一番簡単でしょ？いや、ちょっとなんか自信ない問題多かったです。行きましょう、いよいよ。あやふやな問題なんですけど、はい、こんなあります。まあ、2分の1ぐらい自信ない印がついてんのねこれね、はい、もうずっこけるわ。いただきます。いい、はい、いい、あー取れた、これが1問取った、はい、はい、ということで世界史は89点です。おー、なるほど、本番満点って言ってたんですけど、まだ穴だらけし、こんなに、はい、こんなに穴になってると思わなかったですけど、はい、まあまあまあ、間違えたのは序盤は全部合ってますね、はい、で18番とこれ27と32、34、あー後半か、この4つですね、4問3つということでした、はい、まあまあまあ、やっぱ実力はだいぶ伸びましたんで、はい、さあじゃあ割合計算しましょう。そうです、ちょっと言ってるかもしれないです。じゃあまあ国語は本番が200なんで200という、はい、割合で、ということは500点中っていう計算でいいですね。はい、そうです。419全体で。はい。で、それを5で割るわけですね。そうです。ということで、まあもう分かってますけど、そんなの。83.8%。おー。おー。いやー、国語のおかげです。完全に。これだったら、まあ、突破できる。そうです。突破できる。はい。町の共通テスト、利用も突破できる。はい。そこまで来ました。本番、まあ、緊張とかあるんで、どうなるか分からないですけど。うん。ただまあこれで見せたでしょう、伸びるんだっていうところをですね、最終回で一番最高テストそう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 、いやいや、でも共通テストが最終回じゃないからね、はい、共通テスト利用でもうザッとマーチをぶっ倒して、はい、そうです、そうしたいと思います、はい、総計やるって感じなんで、まあだからマーチだったら別にここがいいとかないでしょう、ね、いやでも立教系は行きたいって一つ、そうもともと志望校なんで、ああ総計目指す、なるほどなるほど、では出してないの、あ、そうだ、そうだそうだ、そうだ、そこは一般で、じゃあそこ、それ以外はもう協定でいけちゃったらもう不満ない、いやもう全部出しちゃいました、あ、そうなの、協定一般も、一般も出しちゃいました、あ、そうなの、結構時間かかるんで、協定の結果出るのが一般の受けた後なんですよ、あ、そうなんだ、そうか、それはしょうがないね、超余裕で 90% とか取ってないと怖くて、なるほどね、まあ優先順位つけてやるしかないね、確かにそれは、そう、勉強今度その終わった後、協定うまくいったらもうマーチは日教だけ、日教だけ勉強してないのとかで、勉強絞ればいい、はい、これがやっぱ一日十何時間も勉強すれば、はい、できるようになるんですね、いろいろ抱えて、もともと頭が良かったんだけど、もともと頭が進学校、進学校じゃありません全然進学校じゃありません、これで嘘で実は進学校でしたとか言わないで、いや言わないです、全然進学校じゃありません、はい、8月偏差値40代からここまで来ましたから、はい、いよいよ本番応援してあげてください、はい、はい、一応1日目で終わるけど、はい、試験はね、でまあいろいろ試験受けてる人もいるだろうから、その動画は次の日に出したいと思いますね、日曜日に、はい、はずきの結果は出ますので、怖い怖いです、はい、ありがとうございます、はい、ご視聴ありがとうございました、天気ぼっちん、ぼっちん